エンサインは1973年から1982年までコンストラクターとして F1 に参戦していたイギリスのレーシングチーム。チーム代表はモーリスナン。2012年シルバーストンクラシックでの N1731973 年ドライバーのリッキー・フォン・オペルが F3 のシャーシコンストラクターであったモーリスナン率いるエンサインに マシン製作を依頼し、F1 参戦を開始。この年は、オペルの1カーで、第8から10、12から15戦のみのエントリーであった。1974年に、テディップ率いるセオドールレーシングのスポンサードを受けた。しかしノーポイントに終わる。この年も第4、5、8から14戦のみのスポット参戦となった。1975年は、 第9戦から新車 N175 を使用した。それまでは N174 を使用していたが、入賞は第11戦での6位1回のみであった。1976年は2年落ちのマシンである N174 を第3戦まで使用。それ以降は N176 に切り替えられた。開幕戦ブラジル GP と最終戦日本 GP のみ、欠場。 1976年から1977年にかけて、ボロというコンストラクターが参戦していたが、このチームのマシンは、エンサイン N175 をベースとしていた。2007年のシルバーストーンを走行する N1771977 年には、フェラーリからクレイ・レガッツォーニの遺跡に伴い、彼の個人スポンサーであるティソットが、チームへのスポンサードを開始。 また、フル参戦も開始。この年に投入された新車 N177 は、前年の車である N176 からマイナーチェンジしか施されていない。しかもこのマシンは1979年まで使用されることとなる。この頃から、資金難に悩まされていたチームはドライバーを頻繁に変えていくことになる。 その中で1978年ドイツ GP にスポット参戦したのは、あとの3度のワールドチャンピオンとなる、ネルソン・ピケだった。1979年に投入された N179 は、ラジエーターをドライバーの前面に配置して、車体全体でグラウンドエフェクトカーの効果を狙う意欲作であったが、ラジエーターの容量が不十分であり、オーバーヒートを頻発。 期待していたほどのグラウンドエフェクトの効果も見られず、完全な失敗作となったが、独創的なアイディアによる車体は、人々の記憶に残るものとなった。1980年型 n 180、1980年には、レガッツォニュがウィリアムズから、エンサインに復帰した。しかし、第4戦アメリカ西 GP で、ブレーキペダルの接損による、大クラッシュで、 レガッツォーには下半身不遂となってしまい、引退してしまった。1981年にチーム唯一となるファステストラップをマルク・スレールが記録した。チームは1982年末にコンストラクターとして活動していたセオドールと合併し、1983年はセオドールとして参戦したが、セオドール自身も1983年一杯で、 F1 から撤退してしまった。ちなみに、1983年向けに開発されていた、エンサイン n の183は名前を変え、セオドールから、セオドール n の183として使用された。F1 撤退後、アメリカのジャンプカーに参戦した。枝がついているチームに車体を供給車体になっているドライバーは、スポット参戦など特殊、特集。 史上最も醜い F1 マシン重戦ドライバーが灼熱地獄に苦しんだグラウンドエフェクトカーオートスポートウェブ2019年8月11日閲覧ありがとうございます